バス釣り水中ナビをご覧いただきありがとうございます。撮影をしているとこのバスのようにルアーで釣られて怪我をしているバスが結構います。皆さんも怪我をしたバスを釣ったということはあるんじゃないかなと思います。キャッチ&リリースをしていいフィールドであれば、ただ単にキャッチ&リリースをすればいいということではなくて、針を外すときには針を強引に外すのではなく、なるべくバスにダメージを与えないように怪我をしないように外してやるのが大事だと思います。これからもみんなでバスを大事にしていければいいんじゃないかなと思います。それではご視聴ありがとうございます。